どうもこんにちは、たくみと申します。このたくみのたくみチャンネルでは、経済学を中心に未来に関するテクノロジーと過去から学ぶ日本の文化を要約することで、これからの社会について考えていきます。これまでパート1から5の動画で、武器としての資本論の本を参考にマルクスの資本論を読むべき理由とその概念について詳しく解説をしてきましたが、今回は最後の動画としてまとめ編という形で、まずマルクスの概念のこれまでの流れをおさらいして、次にその概念が私たちの実生活にどのように関わっているのかというリアルな話に入っていきたいと思います。具体的には、イノベーションは時に人間を疲弊させる、ベンチャー企業のやりがいの搾取のからくり、国がNISAやiDeCoを進める理由といった身近な内容にフォーカスをして、この動画のシリーズを終えたいと思います。それでは早速、これまでの動画のまとめについて一通り見ていきたいと思います。まずパート1では、なぜ資本論を読むべきなのかを解説しました。結論としては、資本論は確かに150年前に書かれた古い本ではありますが、この中で書かれている概念は拡張性が大変大きいことから、今日の私たちが普段の生活で感じている不安の根本的な原因について解明するのに十分有効的であるということです。特に今日では新自由主義経済という思想が当たり前となっており、それに対峙していくためにはマルクスの資本論が必読書であると述べました。そしてパート2の動画では、資本論の冒頭の文章を理解するために、そもそも資本論の定義とは何かを解説しました。この定義とは、1、物質代謝の大半を商品の生産、流通、消費を通じて行う社会であり、2、商品による商品の生産が行われる社会の2つを実現していることであり、それを実現するためには次の2つの自由が成立する必要があると解説をしました。1つ目が自由に土地を売買できること、2つ目が自由に労働者は労働力を商品として資本家に売ることができるということです。そして一度この資本主義社会が成立すると、全ての社会を取り組んでいく、すなわち包摂していくと解説をしました。そしてパート3の動画では、資本論の冒頭で理解をすることが最も難しいと言われる商品の概念について解説をしました。この商品というのは、私たちの生活では当たり前に店舗で売られていることから、そもそも商品が何であるかといった疑問を持つことすらないと思いますが、商品こそが資本主義経済の全てであり、理解する必要があると述べました。そこでは、使用価値と交換価値という概念を用いて、この商品の本質について分析をしました。そしてパート4の動画では、労働力によって唯一生み出される価値であり、資本家の取り分である利益の源泉、すなわち剰余価値について解説をしました。この剰余価値の本質を理解することで、利益の源泉である剰余価値はどのようにして生まれ、なぜ労働力こそが商品の価値を生み出すのかという問題を明らかにしました。そして前回のパート5の動画では、絶対的剰余価値と相対的剰余価値、特別剰余価値という3つのマルクスが定義した概念を用いて、次の疑問を解決するように解説をしました。なぜ東京の最低賃金は1013円と規定されているのか、なぜ労働者は長時間労働しなくてはならないのか、なぜイノベーションによる機械化は労働時間の削減にならないのか、といったことを明らかにしていきました。以上、駆け足になりましたが、パート1から5までの振り返りとなります。ただマルクスの概念はかなり抽象的で、誰もが1回で理解することはできなくて当たり前ですので、理解がここで浅かったり忘れていたりということを発見した場合は、焦ることなく何度も動画を見て徐々に理解をしていただければと思います。では続きまして、イノベーションは時に人間を疲弊させるというトピックについて見ていきます。よくイノベーションによって労働を機械化することができれば生産性が向上するため労働時間が減少するといった意見が多くありますが、資本主義社会の現状としては、人間が労働から解放されるというのは不可能であると容易に想像できるのではないでしょうか。実際に資本は絶えず剰余価値の増殖を目的とするため、いくらイノベーションによって生産性が上昇したとしても、特別剰余価値を得ることができるのは束の間であることから、また次の特別剰余価値獲得のために労働を続けなくてはならないのです。特に昨今のベンチャー企業とは、リーンスタートアップと呼ばれる PDCA を高速で回して新商品やサービスを作る手法によって、いち早くとある市場における特別剰余価値の獲得を目指しますが、ここの過程で多くの人が疲弊をしているのが現状です。加えて IT 技術が高度に発展した現代では、誰もが低資本で容易にサービスを立ち上げて参入することができるため、より競争が激しいというのが実態です。
そこで経営者は競争に負けないために自分の会社の社員に対して、君たちは特別な存在だ、世界を変えよう、他人の3倍働いて圧倒的成果を上げよう、と労働者のモチベーションを無理やりにでも維持させるために、あの手この手を使っていわゆるやりがい搾取を行うのです。このようにイノベーションは使い方次第では過酷な競争を生き抜くために使われるのであって、決して私たちの労働時間の減少にはそのまま貢献しないということが明らかです。以上がイノベーションのトピックになります。続きまして最後に見ていきたいのが必要なの定義というトピックです。こちらは労働者の生活維持のために必要なという定義が今日では大きな問題であると筆者の白井さんは指摘をしております。私たちの最低賃金や年収は労働者が住む地域や時代における生活維持に必要な水準を維持できるようにと規定をされております。東京の例ではまともな生活水準を送ることができるためには時給1013円であれば問題ないということを意味しているのですが、明らかにこの水準では生活ができませんね。それに対してはっきりとノーと言って、我々は資本家と対峙していかなくてはなりません。さもなければ今日は新自由主義経済によって資本家と国家が深く結びついているので、ますます労働者にとって不利な政策が取られかねません。例えば最近よく耳にする国が個人型確定拠出年金のイデコや少額投資非課税制度のニーサのルールを優遇するように変えて、やたらと預金ではなく投資を進めているという事例を取り扱ってみたいと思います。なぜ国家は急にこれまでの制度を変更してまで、また減税をしてまで投資を国民に進めているのでしょうか。これは国民に無理やりリスクを負わせて投資をさせて、生活における必要な水準を自分で作れと言ってることにも捉えることができます。なぜなら簡単に最低賃金を上げてしまうと企業の経営が苦しくなり、結果国の税収が減ることから、国民を最低賃金の引き上げに目を向けさせないために、メディアなどでアメリカ人と比較して日本人は金融リテラシーが低いと煽り、積極的に投資をさせようとしているのです。これまで何度も見てきたように資本主義は現在世界的に成熟しており、投資先がないため、日銀が異次元緩和と言われるほど大量の企業の株を買い支えることで何とか経済を崩壊に導くようなことを防いでいるのにもかかわらず、投資を進めるとは一体どのようにすればいいのでしょうか。そしてもし国民が投資の運用に失敗したら、次は自己責任論を持ち出し、投資をした本人が悪いと言われる始末です。そんなことに貴重な人生の時間を使うのではなく、より地球全体にとってやるべきことに向き合っていくべきなのではないでしょうか。例えば国内の所得格差や子どもの貧困問題、さらにアフリカの貧困問題や地球温暖化の問題といった数多くの複雑な問題が世界には多くあり、そういった問題に対してどうやって対峙していくか、解決していくのかを考えていく必要があるのではないでしょうか。ただ資本主義経済では資本の増殖が宿命となるため、最低賃金を引き上げたり、貧困層にお金を寄付したり、費用のかかるエコな商品を積極的に使ったりといったことは企業は簡単にはできません。そこで必要なのは資本主義でもない、社会主義でもない、第三のオルタナティブな社会というものを実現することなのではないでしょうか。現代のような行き詰まった社会では、このような第三の道を考える必要があると巧み的には思います。では具体的に次の社会を考えるためにはどのようにすればいいのでしょうか。社会というものはある日突然次の日から一気に変化するような簡単なシステムではなく、徐々に変化していくようなシステムであります。そこでまずは私たちが生きる当たり前である資本主義というシステムが課題だらけであり、いずれはそれは人類をも滅亡させかねないということを認識する必要があるのではないでしょうか。ただこのようなことももちろん容易ではありません。この課題を認識することなく、ひたすらに経済成長を求めるのが現在の新自由主義経済と言われる世の中の風潮であるため、この資本主義の課題を主張したところで、国家や資本家は自分の身を守るために全力で金と権力を用いて否定をしてくるでしょう。こんなことを言ってるならさっさと仕事をしろ、スキルを身につけて他人の10倍働いて圧倒的成果を出せという具合に言ってくるでしょう。ですから私はこのチャンネルでマルクスの鋭い概念の解説をして、
徐々に現代の社会の課題を正しく認識できるようなきっかけを作れればと思っております。もちろんこの資本主義社会というのはかなり強力なため、私たちが生きる21世紀という期間においては資本主義に代わる次の社会は実現することができないかもしれません。それでもこのチャンネルで発信を続けていき、視聴者の皆さんと共に将来を生きる私たちの孫たちの世代でも持続可能な社会を創造していけるようなきっかけを与えていきたいと思います。以上が6本の動画を通じて私が最も伝えたかったことになります。ただ今回の6つの動画のシリーズを通じてマルクスの概念を数多く解説をしてきましたが、まだまだ一部しか伝えきれていないので、今後も多くの動画を通じてマルクスの概念をもとに世の中の本質について解説をしていけたらと思っております。以上、チャンネル史上初の6つの動画にお付き合いいただきましてありがとうございました。最後にぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またこのシリーズを通じて学んだことやこれからやってみたいこと、感想などをコメントいただければとても嬉しいです。ぜひお願いします。それではありがとうございました。